グループ JO1 が韓国音楽放送 MNET M カウントダウンに出演する。JO1 は3月30日に放送される MNET M カウントダウンに出演する中、23日午後に事前録画を行い、30日に事前録画分を放送する予定だ。そこで JO1 は3月18日にタイで開催された KCON2023 タイランドの日程を終え、19日に日本に帰国した中、MNET M カウントダウンの事前収録のため、韓国に出国する予定だ。特に JO1 の韓国音楽放送 M カウントダウン出演のニュースが伝えられると、早くも多くのファンの期待が高まっている。一方、グループ JO1 はプロデュース101ジャパンで誕生したグループで、メンバー全員が日本人で構成され、2020年3月頃にデビューした